やっほやっほ、イヤホン買ってるかい？ふぐみかんのイヤホンレビューの時間だよ。今回紹介するのは、バランスの良い、パーフォーマーシリーズで人気の、AFUL から、よりシンプルな構成の、エクスプロアラーが登場だ。ここまでに、パーフォーマーシリーズとして、5ドライバと8ドライバのハイブリッド、マジック1という名称で、シンプルな HBA モデルを投入した、AFUL から、ある意味、最もハイブリッドとして定番の構成が、ここに来て登場したというわけよ。今回のエクスプロアラーは、2BAH ダイナミックドライバと、この手のハイブリッドイヤホンとしては最も標準的な構成、ドライバの数が減った分、お手頃なモデルとはいえ、無視聴で購入するにはちょっと厳しい、パーフォーマー5より、一気に手に取りやすい価格に。ドライバ数が減少したことで、ハウジング形状も、より長時間の利用を想定したものになっていて、BA 数が削られたことにより、さらにわかりやすく、ターゲットにしている音楽のラインがくっきり聞き取れるタイプのイヤホンに変化したぞ。フェイスプレートは赤系でまとめられていたパーフォーマーシリーズと対極的な、銀座を思わせる青色系に。もちろん、FP の仕上がりも非常に美しい。手に取りやすくなったとはいえ、エクスプロアラーは AFUL の最新モデル、パーフォーマーシリーズの技術を投入しているのはもちろん、1BA で幅広いサウンドを実現した、マジック1に採用していた BA ドライバーを採用する。これが何をもたらすかというと、BA 数が減っても、単体でもイヤホンとして構成できるレベルの BA ドライバーを組み合わせたことにより、パーフォーマー5や8から、情報の切り捨てが起きにくい、ってことだ。もちろん、パーフォーマーシリーズに採用されていた技術も、引き続きエクスプロアラーには採用されている。パーフォーマーで採用されたネットワーク回路周りの技術や、ハウジング内の構造設計は、しっかりとエクスプロアラーにも技術が投入されていて、AFUL らしい、うさんくさすぎず、淡白すぎない、ベストなバランスの低音残響、ボーカルの明瞭化と重厚感の両立、そして、全体に柔らかめの雰囲気を受ける、ハイブリッドイヤホンとして仕上がっている。その上で、エクスプロアラーは BA 数の削減により、メロディラインを探りやすい、より小編成のハイブリッドイヤホンの魅力をしっかりと表現できているぞ。なので、パーフォーマー5に、もう少しはっきりした表現が欲しい人、標準的で、重厚な低音域を表現できるハイブリッドイヤホンが欲しい人、パーフォーマー8のキレと同時にパーフォーマー5の低音をミックスしたようなイヤホンが欲しい人におすすめだ。標準ケーブルはしっかりとしている、AFUL は新作になるたびに、どんどん使いやすい標準ケーブルに変えてる印象があるな。ちなみに、今回は 3.5mm ジャックのバージョンが映ってるけど、4.4mm バランスバージョンも選択できるぞ。在庫の都合によると思うけど、欲しい場合はちょっと待つのも手だ。ケーブルによって大きく音が変化しているか確認するためにリケーブルしてみたんだけど、中高音域の量感、高音域の伸び、低音の増大などは感じられなかった。しっかりと別売ケーブルに近い性能を持ったケーブルということができそうだぞ。エクスプロアラーは、他の 2BAH ダイナミックドライバーに比べて、低音の量感と残響が強めで、しっかりとしたサウンドを楽しめるイヤホンだ。パーフォーマー5より整理されていて、パーフォーマー8より低音がしっかりと響く。加えて、ドライバ数が今まで登場したアファル商品の中で最も少ないこともあり、しっかりと同時に出た音色の中で、主旋律が前に出てくる、わかりやすいバランスのイヤホンだ。低音がよく響くものの、他音域に被らず、かつ明瞭感がありつつも、若干オームよりからニュートラル、くらいのバランスに仕上がっている。遮音性は良い方。音漏れも起きにくいな。高音域はシングル BA で出ているだけあって、はっきりとした響き方、金属音などが強調される、ちょっと古めの中華イヤホンとは異なり、この部分が積極的に前に出てこないところが違いだな。とはいえ、しっかり高音域には存在感があり、金属的になりすぎない、程よいバランスで、温かみのあるものと言えるだろう。ボーカルは、パーフォーマーシリーズ、マジック1でも褒められていた部分で、今回のエクスプロアラーでも、味わい深いものになっている。ブレスや破殺音が前面に出てきたり、刺さるような発音を押し出すことなく、しっかりと量感も持ったボーカルだ。肺活量のある、エネルギッシュな歌い方から、しっとりと歌い上げるものまで、男女問わずにしっかりと対応できるぞ。低音域は、しっかりと弾力があり、残響も結構響くタイプ。それに合うハウジング設計なので、期待通りのものが得られると思う。何度か言っている通り、全体に音色がパーフォーマー5と比べて強く整理されているので、AFUL の特色である、ウォームで調和の取れた音色と、反対の要素である、聞き分けやすさ、という部分を、うまくブレンドしたバランスになっていて、パーフォーマーシリーズよりこちらが好き、という人が出るような、対抗馬としてしっかり仕上げられている、こういう上位機種、下位機種が、単純な介護感になってないのは、一つ一つのイヤホンに魅力のある、良いブランドだ、という印象を受けるぞ。空間表現は適度に広め、残響の強い低音域のため、空間に制限を感じる部分はあるものの、パーフォーマー5より、明るめの雰囲気の中で、ゆったりと流れるエクスプロアラーのサウンドは、広さばかりが重要ではないことを教えてくれる、程よいバランスとなっている。
構成の違いや方向性の違いを感じられるので、ぜひタノアファル製イヤホンと聞き比べるために購入したいし、逆にこの1台は手頃かつ従来アファルの魅力も伝わる良いバランスになっているので、アファル系の入門機としても今後おすすめしたいところだ。といったところで文章レビューはここまで。続けて音声レビューに移行するぞ。というわけで本日もお付き合いいただきありがとうございました。イヤホンレビューふぐみかんのふぐみかんです。今日テストしたのはエイフールのエクスプローラーでしたね。エイフールはパフォーマー5が出た時に結構ね、あ、このバランスでこのパッケージでこの値段で出るんだっていうね、結構驚いたイヤホンではあったんですが、そのパフォーマーシリーズ5が出て、そしてその5の進化系の8が出て、でその後にね1バランスダーマチャのマジック1が出て、今回のエクスプローラーがエイフール製のイヤホンとしては4作目になります。4作目と来るともう結構こなれているのか、いろんなところがさらに改善されましたね。初代のパフォーマー5の時はちょっとケーブルを変えてあげないとね、本来のその解像度が出ないかなって感じがあったりとか、マジック1になってもそのケーブルはちょっと良くなったんだけど、もうちょっとねいいケーブルが欲しいかなっていう印象はあったんですよ。に対して今回のね、エクスプローラーまでついに出して、エクスプローラーのケーブル他のねこう社外品のアップグレードケーブルに交換しても、何かこう明らかに音がね良くなる方向性っていうのは見つからないなってことは、つまり付属のケーブルの品質が良くなったんだなってことが感じられるようになりました。付属品はね最低限で、基本的にこのエイフルってまあお値段がね結構するのはするんだけど、でも似たようなこうコンセプトのイヤホンだともうちょっと積まないと買えないよなっていうところでちょっと安く出るっていう、なかなか面白い構成だったりとか、それからこのダイナミックドライバーとねその周りのこう空間構造ですねっていうところがちょっと独自のところがあったりとか、ネットワークモードにもこだわってますよってことをこう言ってたりするんですけど、そういう細かいところは、商品ページの方を見ていただくっていう形でうちのチャンネルやってますので、まあそこら辺についてはそんなに触れないんですけど、最終的に出てくる音としてそのベースがねちゃんとこう響いて、なおかつ響くそのベース元になってる音ですよっていうところもちゃんとね、あの低音が力強くなって、力強くなるんだけど他のところに被らないようにちゃんと工夫されたこう空間と環境の設計がされてるんだなっていう風に感じる、かなりねやっぱりそういうところがちゃんと作られてるメーカーだなっていう印象が強いんですけど、今回のエクスプローラーに関してはトリプルドライバーが採用されてるんですね。でなんでトリプルドライバーがそんなに今回ねあの採用されてちょっと魅力的だっていう風に思うのかっていうと、このトリプルドライバーなんですが、今までのねパフォーマー5とかってエイフルって割とこうウォームで膨らみやすい音の作りをしてるんですが、この膨らみやすい音とそういうドライバー数が少ない構成で作るっていうことの組み合わせっていうのは、それぞれの、ね、特性をうまいところこう中和し合って、あまりにもこうウォームだったりあまりにもドライすぎると僕としてねこう破綻が起きて、そこでねこのイヤホンちょっとどうかなって思うようなことが結構多かったりするんですけども、これをね両方ともその特性をお互いにねぶつけ合うっていうところでやるとちょうどいいバランスになることが多いんですね。例えばダイヤモンドライフカーボンっていう割とこうクールな音もねできる素材に結構ウォームな印象が強い HBB のチューニングを組み合わせてあげたりすると、そのちょうどいいところが取られたりとかしていい感じに仕上がることが多いんですけれども、これとね同じことが今回のエイフールエクスプローラーでも起きていて、パフォーマー5の時は本当にこうウォームな人に向けて作りましたっていうバランスの方にちょっと寄ってるんですが、エクスプローラーに関してはそこの中にねちょっと分離感がこう少し残って、でこのね塩梅がやっぱりちょうどいいイヤホンだなっていう風に感じるような販売になっていて、これがすごくいいんですよね。で、エクスプローラー、他にね、何がいいのかっていうと、やっぱりドライバー数がなくなった分、バージョンがちょっとちっちゃくなってるんですよ。パフォーマー5、8ともにやっぱりドライバー数が大きくて、なおかつそのダイナミックドライバーのサイズ自体も大きいので、ちょっとね、やっぱり取り回しに、結構慣れが必要なイヤホンなんですけど、今回のね、エクスプローラーに関しては、そういったこう、ちょっとでかすぎるなとか、ちょっとなんかこれ、耳に当たって欲しくないところにイヤホン当たるなってことがまず起きにくいんですね。パフォーマー5なんかも工夫されてちゃんとね、そういうのが起きないようにしてたんですが、やっぱり物理的に小さいとより装着感っていうのは良くなりやすいです。で、パフォーマーシリーズに比べて今回ね、2BHDD っていう割とこう、この手のハイブリッドの小構成の一番美味しいところの構成ってことになったんですけど、まあ、その通りで、本当にエイフールの今までのその商品、アフールのそのまま今までの商品っていうところで、いろいろ見比べてみても、
ちゃんとねそれらの美味しいところ抑えつつもこの昇降性ドライバーの良さっていうところもちゃんと出てるので、エクスプローラーに関してはあのエフルの商品いろいろ掴んでみたいなと思ってる人が一番最初に掴むイヤホンとしてもおすすめできるっていう感じになってますね。お値段としても今までのものよりも安いですっていう状態なので、かなりいいイヤホンなんですけど、ただライバルも結構あったりしますよね。キウイヤーズにも、あれはなんだっけ、名前ちょっと忘れちゃったんですけど、2BHD の商品が出てます。とか、ゴドライブまで行かなくても、2BHD だけでも、COD の夢とか、そういうシリーズがね、いろんなものが出てますので、2BHD もまた結構ね、その数自体は多くはないんですが、激戦区でもあります。で、その中で個性をどう出していくかっていうと、やっぱりエイフルらしいその低音側の響きを、低音自体のその積み込むような感覚っていうところですね。このエイフル独自の構造っていうのがちょっとだけ綺麗に抜けて、ちょっとだけちょっとね残響が強く出て、で低音自体は結構強めっていうバランスだったりとか、それからボーカルがね、さっき非常に、エイフルの他の商品でも結構良かったって確かどっかって言ったと思うんですけど、それと同じように今回のエクスプローラーに関しても、ボーカルがね、ちゃんと前に出てきて、それでいてこう全体がちょっとハキハキと出るというバランスになっているので、この手のね、2万円以下ぐらいのね、価格帯かなの、2BHDっていうものは結構いろいろ選択肢があるんですけど、 COD 系列のものに比べるとやっぱりその中低音あたりのねこう弾むような音の表現力っていうのが非常にエクスプローラーうまいと思います。でそれでいてね、その全体のバランスがうまくまとまっているので、今回のエクスプローラーね出した価値があったんだなというふうに感じるところです。ちなみにね、エイフルの中ではそのパッケージのサイズが実はパフォーマー5と8は結構大きめで、なんかちょっとした辞書ぐらいのサイズなんですけど、今回のものはね分厚い文庫本、なんかバトルロイヤルって昔分厚い文庫本があったんですけど、あれみたいな感じのサイズ感に、パッケージが変更になってます。なのでこの、マジックワンと、今回のエクスプローラーに関してはちょっとね今までのパフォーマーシリーズよりもお手頃な価格帯になったのかななんていう印象も受けますね。まあ実際ね値段としても手に取りやすいので、今までのこうものに比べるとちょっと手に取りやすくなったかなっていう感じもします。さっきからなんかちょっとスマホがうるせえなごめんなさい、音が鳴ってたのね。というわけでちょっとね今日喉やりながら話したんですけど、エクスプローラーに関してはとても素直です。素直でいて、エイフルらしいところもちゃんとあるよっていう感じがしますので、よかったらね、エイフルの他の商品で、ファンになってる方とか、それからエイフルっていうブランド自体が気になってる方の第一歩として、非常におすすめの一歩になってますので、ちょっとチェックしてみてください。といった感じで今回はここまでです。お付き合いいただきありがとうございました。ふぐみかんでした。また次の動画でお会いいたしましょう。お疲れ様です。